そう、それではやはりチャリオットシリーズの新型でしょうね。我々は当面はそのように対処を。それから、ええ、そちらも当たってみて。あら、こんばんは。どうなさいました？ああ、例の不明機の話です。軍の方にも被害が広がっているようですね。 DEW ですか。大気中では減衰が激しいとはいえ、エアボーンであの精度は脅威ですね。幸い一個体しか確認されていないようですし、目下の問題はやはり日比谷ですよ。59番の運用能力を奪われたのは痛手でした。軍が連日つっついてはいますけれど、もちろん無意味ではありません。フリーにさせるわけにはいかないのですから。そしてここに来て大規模攻勢というわけです。こちらからも作戦機を回します。あら、ダメですよ。あなたはまた待機。早く出撃させるですって？あの子がそう？もう自分から言い出したくせに。うん、ともかく Y1 の仕上がりにはもう少しかかります。それまでに作戦が完遂することを願ってあげて。宇宙人様ってのはそれほどカリスマお持ちなのかね。
向こうについた奴らの生命もないし、よってももう人間じゃなかったりして。うわ、ハードっすね。後から湧いてくるぞ。カタパルトはまだやれないのか。くそ、タワーの側面にバリケードが。 R-59 はどこから飛び出している。真上から狙え、アホ。それくらい分かっている。うわ、しまった、対空砲が。やあ、あー危なー。なごむね。さあ、こんなものか。十分だろう。あとは制圧部隊。制圧部隊がなんだよ。待て、様子が。おい、やられたぞ。なんだ、落ちたのか。どこからだ、誰か見てないか。あれだ、見えた、あそこだ。エイリアンどもが。しかもあいつはなんてこった。あれがカッチンでしょ。お初にお目にかかりますってか。さあ、どうしたものか。どうするもこうするもなんだ。どうし